雨漏りの原因は〇〇。おばさん、最近うちの本社の方で雨漏りが起こってたと思うんですけれども、まあ、普段うち内装メインでリフォームをやってますんで、あんまり屋根の話することないと思うんですけれども、まあ、今回こういう機会なんで、ちょっと雨漏りの原因について教えていただきたいんですけども、はい。まあ、正直なところ、はい、雨漏りの原因特定って、はい、改めてですけど、すごい難しいなと、はいはい、感じてます、はい。で、これなぜなのかっていう話と、どうやってその原因を特定していったのかというところを、はい、お話しさせていただこうと思います。はい、今写真出しておりますけれども、うちの事務所の雨漏りしてた部屋なんですよ。はい、もう天井なんかめっちゃ染みてないですか？そうですね。なんかもうビタビタになってますね。おねしょしたみたいになってるじゃないですか。はい、今まずこういうことが起こりましたと。はい、もう築50年以上経ってるような建物なんで、まあこういうこともあるよねって話なんですけども。はい、じゃあ次の動き方どうするか。当然、一つはこう屋根の上登って見てみますっていうのは一つなんですけども、はい、屋根の上から見ても正直その例えば灯油って言って屋根のこう水がこう流れていって、はい、側溝に流れていくようなあれですね、雨水が流れていく、はい、ああいうパイプが例えば詰まってたりするとそこから吹き上がってどんどんこう詰まってると水が溜まってって溢れて家の中に入ってきたりするんですよ、はい、だからそういうのは屋根上 の上登ってみたら、まあ、結構灯油詰まってないかとか見たら結構わかる、まあ、わかるかもしれないですね、はい、でうちの事務所でいうともう雨漏りと戦い続けてるんで、はい、あったのが多分ねカラスがね、はい、ゴミをその灯油に突っ込んでたみたいなんですよ、はい、そこに溜めとったんですか、はい、溜めてたんですよ、はい、でそれがペットボトルかなんか、うん、だんだん詰まってきて、まあ、だんだんというかそれが詰まって、はい、で水がその灯油の水が流れなくて、はい、溢れて、溢れてその事務所の中に入ってきてたって、まあ、まずそういうのがあったりする感じなんですね、はい、けど今回それじゃなかったですと、はい、部屋内には雨漏りしてきますっていうところで、はい、じゃあ次どうしたかっていうと、まあ、で屋根上から見ても、まあ 素人目はとりあえず分かりませんって話でね、はい、で次何したかっていうと、まあ、当然ですけども外から見るんじゃなくて漏れてるところを内側から、はいはい、見に行こうっていうところをするんですけども、天井裏見ようと思っても点検口も何もないわけじゃないですか、まあ、あるところもあるかもしれないですけど、まあ、少なくともないんですよ。まずは点検口を取り付けましょうっていうところがあるんですよ、はい、とりあえず見れるようにしようと。見れるようにしようと。はい。はい、取り付けて見るんですけど、はい、やっぱり雨漏りしてる時じゃなかったら、原因分かんないんですよ。当然水流れてないから。まあもしかしたらそのね、状況によってはその跡が、雨水の跡とかが見えるかもしれないですけど、はい、やっぱ暗かったりとかそういうのも含めて、やっぱ分かんないんですよね、なかなか。パッと見ただけではやっぱりなかなか分からない。うん、まあ簡単に言うと、やっぱ雨漏りの、はい、原因調査っていうのは、基本的には現行犯逮捕をしないと、はいはい、分かんないっていう。でも実際雨降ってて、雨漏りしてる時に見ないと。見ないと分かんないっていう多分感じだったんですね。はい。はい、で、まあ点検口開けたんですけど、原因分かりませんでしたと。はい、そうなったらできることは一つで、雨漏りするのを待つっていう。雨の日を待ったんですか？雨の日を待つって感じですね。はい、まあまたゲリラ豪雨が来て、はい、で、まあやっぱ水落ちてくるわけなんですよ、天井裏で。はい、でその時に、点検口を開けてみたら今度は何が原因かっていうと、はい、先ほどのその灯油ってやつですね、はい、屋根に対して平行でこう走ってるんですけれども、はい、その、灯油が一回こう天井裏を通って外壁のこう縦に流れていくっていう感じになってるんですけども、はい、その部屋内に入ったところで、はい、ポキッと折れてて、はい、で、まあ、簡単に言うと水が全部中に入ってくるっていう。折れた部分から水が入ってる、はいはい、部屋内で、まあ、建物の中天井裏でその灯油が折れててその水が部屋内に落ちてきてたっていう、はいはい、まずそれが原因やったんですよ、はい、でそこは今これ写真出してるように、まあ、継ぎ替えて、まあ、テープでぐるぐる巻きにしたりとかして、まあ、水が入ってこないようにしました、はい、でまあこれで解決したかなっていうところで、まあ、ちょっとほっとしたんですけども、はい、まあ、またしばらくしてゲリラ豪雨みたいなのが来たんですよね、はい、でそれでちょっと、まあ、運悪くちょっと長期休暇っていうか感じで会社がお休みの時あって、はい、で僕自身はちょっとね結構休みでも動いたりすることもあるんで、はい、ちょうど出てたんですよ、はい、でいやこの雨やったら事務所どうなってるのかなと思って、はい、一回覗いてみようかなと思って気になって見に行かなかったんですか？気に入って覗いたんですよ、はい、土曜日の夜7時ぐらいだったんですけど、はい、行ったら、はい、
テープでぐるぐる巻きはしてて、そこは補修されてそこは漏れてないんですけど、はい、違うところがボトボトボトって漏れちゃう、漏れてじゃあまた別のところが原因で、別のところが原因で漏れてるやんっていう、はいはい、で今は写真出してるわけなんですけども、はい、はい、じゃあまた原因を特定しに行かないと。そうですね、まあその時点で終わったと思いますよね。で雨漏りしてるし、下パソコン、まあ、その部屋っていうのはあの結構重要なデータとか扱うパソコンとか置いてたりするんで、はい、まあ、濡れるわけにはいかないじゃないですか、はい、でどんどんこう水が落ちてくるんで、ずっとたらいで受け続けるみたいな、でたらいで受け続けて水が溜まったら捨てに行ってみたいなのをしなきゃいけないんで、はい、まあ、あの帰られへんなって思って、はい、その日の晩、まあ、もう少し泊まりそうだったんですけども、ちょっと別の従業員に助けてもらって、はいはい、その人に布団持ってきて事務所で寝てもらって、はい、たまには水を帰る、あの捨ててもらう、たらいの水を捨てて、はい、たらいの水を捨ててもらうっていう、はい、そういうので、あの、まあ、その日は乗り切りましたと。はい、でさすがにもうちょっとこれ毎回毎回こうゲリラ豪雨が来るたびに、はい、あの雨漏りの心配するって嫌じゃないですか、はい、っていうんで、まあ、うちの屋根屋さんにあの来てもらって、はい、あの改めて、まあ、状況を伝えて、あの屋根上から見てもらいました。はい、はい、でそれ今この写真なんですけども、はい、まあ、うちトタン屋根なんですよね、この築50年の本社の、はい、建物については。そこから流れてって、その側溝、まあ灯油ってやつですね、灯油を通じてあの雨水が外に流れるように、はい、排出されるわけなんですけれども、はい、まあ屋根屋さんってやっぱすごいなって思ったのは、はい、やっぱ一個一個原因を見ていくわけなんですよね。ここじゃないかここじゃないかみたいな、まあそうですね、さっきのその灯油の詰まりの原因はないかとか、はいはい、いろいろ見ていってくれますけども、はい、まあ、そういった中でこれじゃないかって見つけてくれたのが、はい、今出してる写真なんですけども、はい、これ何の写真か分かります？これはこれ灯油ですかね。灯油ですね、はい、はい、で灯油でひびが入ってるんですよ、はい、これどういうことかっていうと、金属の灯油なんですよね、はい、これがで金属の灯油なんで、やっぱりこうで長いんですよ、はい、まあ、会社でいうとこれ10メーター以上この金属の塗油が走ってるわけなんですけども、はい、で金属なんでやっぱり寒暖の差ってすごい激しいじゃないですか、はい、で屋根上なんで直射日光当たるわけで、ね、めちゃくちゃ熱くなるわけですか、はい、っていうこう温度の、まあ、そういう急激な変化っていうのが、まあ、ずっと続けてるものなんで、はい、この経年劣化で伸縮を何度も繰り返してるうちに、はい、こういう日々が入るらしい。割れてくるってことですか？割れてくるんですよ、はい、らしいんですよ、はい、でそれがまあ長ければ長いほど、まあ、そういうの起こりやすいみたいなんですけども、はいはい、で、まあ、この日々割れから水が入ってきてると思いますっていうことで、でも原因はこれじゃないかと、はい、いうことで、まあ、一旦ちょっとこの日のに関してはコーキングで、はいはい、この写真のように埋めさせてもらって、はい、まあ、一旦応急処置をしたっていう感じですね、はい。ちなみにね、はい、うちってその堀川通り、大きな通りに、はい、本社があると思うんですけど、はい、今僕らこれ撮影してるの、はい、桂、まあ、京都西の店舗になるんですけど、まあ、2店舗あるわけじゃないですか、はい、このね、京都西のこちらの店舗でもね、雨漏りしてるんですよ。え、そうなんですか？雨漏りしてるんですよ。もう同時にそうそう、同時雨漏りなんですよ。ゲリラ豪雨による同時雨漏り現象が起こってまして、はい、で、その写真がこちらでして、はい、なんかね、まあ、うちリフトがあるんですけど、はい、リフトの基盤のところから、ほぼ屋上ですわ、屋上からずっと、はい、雨水が。水が染み出てる。染みてるんですよ。はい、これの原因をまた。これの原因も同じその屋根屋さんに、はい、まあ、また見てもらったんですけど、はい、それもね、同じような感じなんですけど、はい、外壁の写真なんちょっと危ないんですけど、ちょっとテープを伸ばして、はいはい、屋根の上から。写真撮ったんですか、うん、撮ったんですけど、はい、まあ、このひび割れじゃないかっていう。はい、ここから水が入ってきてる可能性があると、はいはいはい、高いっていうことで、はい、まあ、改めてなんですけど、まあ、こういうクラック一つでも、まあ、当たり前ですけど横殴りの雨にあったら、はい、まあ、確かにそこから染みてくる可能性あるなっていう、はい、いうことで、はい、まあ、雨漏りの恐怖っていうのをちょっと改めて、はい、実感しておりますね、はいはい、ということでこちらについても、まあ、ちょっと手を伸ばせる範囲でホーキングをしてもらって、まあ、雨が侵入、応急処置、うん、応急処置して、まあ、侵入しにくいような感じで、はいはい、やっていただいております。はい、はい、雨漏りって難しいですね。そうですね、はい、まあ、ということでうちの会社は雨漏りと戦いながらも頑張ってますので、
今後ともぜひよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。